こんにちは、ゆっくり霊夢です。こちらは広島県広島市中区の本通り電停付近、広島駅から神谷町経由で広島港へ向かう1号線、横川駅から広電本社前へ向かう7号線などの路面電車が本通りに停車。広島本通り商店街、というアーケード商店街が本通り電停の近くにあり、多くの人々で賑わう広島の繁華街の一つです。広島本通り商店街を東に約450メートル進むと広島パルコなどがある八丁堀、本通り電停から北に約200メートル進むと神谷町交差点で、本通り、神谷町、八丁堀といったエリアが広島の繁華街となります。少し移動しまして、こちらは神谷町交差点、八丁堀、広島駅方面、広電宮島口、横川駅方面、広電本社前、広島港方面の、3方向に路面電車の線路が分かれていて、直進したり曲がったりする路面電車で賑わう場所。本通り、神谷町、八丁堀は広島駅、横川駅などの JR 駅から離れていることもあり、広島市内を移動する際には欠かせない交通手段ですね。神谷町交差点の東側に神谷町東電停、西側に神谷町西電停が設置されていて、神谷町交差点周辺にはオフィスビルが多く立ち並ぶほか、エディオン広島本店、高速バス、郊外方面の路線バスが発着する広島バスセンター、そごう広島店などがあり、平日、休日ともに賑わう場所です。こちらは神谷町交差点周辺の地図なのですが、アストラムラインの本通り駅、県庁前駅というのもあるらしい。地上ではそれらしき鉄道は見当たらず、広島本通り商店街のアーケード入り口付近をぐるーっと見渡すと、ありました。アストラムラインの本通り駅、階段は地下へと続いています。横浜市営地下鉄のブルーライン、グリーンライン的な感じで、アストラムラインは広島の地下鉄の路線名かしら。あれでも広島に地下鉄は走っていないって聞いたぞ。まあ階段を降りてアストラムラインの本通り駅に向かいましょう。神谷町シャレオ、という地下街とも接続しているみたい。階段を降りると自動券売機が見えてきて、アストラムライン本通り駅に到着。柱のアストラムラインに関する説明には、ゴムタイヤの、と記されているなぁ。札幌市営地下鉄みたいにゴムタイヤで走る地下鉄なのかしら。アストラムラインは1994年開業の路線で、昼間は約10分間隔の運行、そして平日8時台は約3分間隔、大阪メトロ御堂筋線の朝ラッシュ時間帯と同じくらいの運行頻度ね。基本的にはアストラムラインの終点、広域公園前駅ですが、一部時間帯は大町行き、長楽寺行きといった途中駅止まりもあります。路線図は、ハテナ、のデザイン。実際のルートはこんな感じで、ハテナ、に近いルートです。アストラムラインの駅や運賃はこんな感じで、JR 山陽線、JR 加部線と乗り換えできる新白島まで190円、JR 加部線に乗り換えできる大町まで320円、広域公園前まで490円、広域公園前はプロサッカーチーム、サンフレッチェ広島、の、ホームスタジアムであるエディオンスタジアム広島の最寄り駅。エディオンスタジアム広島での試合開催日はサンフレッチェ往復乗車券が発売されるみたいよ。広島の路面電車、路線バスなどでも利用できるパスピー、イコカ、スイカなどの全国交通系 IC カードがアストラムラインで利用できますが、アストラムラインの券売機ではパスピー、イコカ以外の IC カードのチャージはできないのでご注意くださいませ。アストラムラインに乗車する前に、神谷町シャレオを歩きましょう。神谷町シャレオは2001年に開業し、広島では初めての地下街となります。約20年前の開業と結構新しいのね。本通り駅の一つお隣は県庁前駅となるのですが、本通り駅と県庁前駅は神谷町シャレオの地下街で接続しており、本通り駅から県庁前駅までは歩いて約5分です。シャレオ中央広場は神谷町交差点の直下に位置し、中央広場からは南通り、西通り、北通り、東通りの4方向に地下通路が整備されています。本通り駅はシャレオ中央広場の南側、県庁前駅はシャレオ中央広場の北側に位置、神谷町シャレオを北に歩き、県庁前駅に到着です。県庁前駅から地上に出るとこのような景色、南に約200メートル進むと神谷町交差点です。本通り駅と県庁前駅の乗降者人員がなかなか面白くてですね。令和3年版の広島市統計書によると、令和2年度の1日あたりの乗降者人員は、本通り駅は乗車3676人、降車2900人、県庁前駅は乗車1587人、降車2667人となっています。
本通駅、県庁前駅ともに乗車人員と降車人員に大きな開きがあり、本通駅は乗車人員の方が、県庁前駅は降車人員の方が多いということから、アストラムラインを利用して神谷町交差点周辺を訪れる場合は、県庁前駅で降車し、本通駅から乗車するという、行動パターンをする乗客が多いのではと思われます。そごう広島店、広島バスセンター、元町クレド、広島県庁へは県庁前駅で乗り降りする方が近くて便利ですが、始発駅の本通駅から乗車する方が着席できる可能性が高いですからね。それではお待たせしました。本通駅に戻りまして改札に入り、ホームにやってきました。おお、広島にも地下駅があるではないか。ホームドアがついていて、地下鉄って感じの雰囲気ね。1番乗り場と2番乗り場があり、基本的には2番乗り場に電車が発着することが多いのかな。電車が到着し、ドアがオープン。たくさんの乗客が乗り降りしていて、広島の地下を走る鉄道は多くの乗客に利用されていることがよくわかります。ホームドアに覆われていて車両がよく見えないのですが、広島の地下を走る鉄道はどんな車両なのかしら。なんか近未来的な車両がやってきたぞ。アストラムラインは2種類の車両が運行されています。アストラムラインは一般的な鉄道で見られるような日本の鉄製のレールではなく、自動案内機乗式旅客輸送システムと呼ばれる案内機乗に従って走行するタイプの鉄道で、車両は小型、軽量で、ゴムタイヤで走行します。東京のゆりかもめ、日暮里舎人ライナー、神戸のポートライナー、六甲ライナーなどの、鉄道路線と同じような仕組みかな。こちらは7000系で、2020年3月より運行開始した新形式、G-SHOCKの腕時計みたいだなぁ、というのがウプ主の率直な感想。鉄道車両は1両あたり長さ16メートルから21メートル、3ドアまたは4ドア、定員約130人が一般的ですが、アストラムラインは1両あたり長さ約 8.5 メートル、1ドア、定員約40人と小型です。こちらは6000系で、アストラムラインが開業した1994年より使用されている車両。新型車両7000系の導入により、今後6000系は廃車が進められる予定となっています。それではアストラムラインに乗車しましょう。本通りから広域公園前までの全長約 18.4 キロのうち、比較間は本通りから新白島までの約 1.7 キロとなります。広島唯一の鉄道比較間ですよ。今回乗車する区間は本通りから白島までです。この電車は広域公園前行きです。次は延長前、延長前です。広島バスセンターをご利用のお客様は、車内事故防止のため、お待ちのお客様は、お振り替わ、手すりにおつかまりください。本通りを出発して、早速、間もなく県庁前、のアナウンス。本通りと県庁前の間はわずか300メートルです。アストラムラインは本通りから新白島までの約 1.7 キロは地下を走行するわけですが、アストラムラインは地下鉄なのか、という疑問を一部の方は抱くかもしれません。例えば、大阪の JR 東西線はほぼ全ての区間が地下となっていますが、一般的に JR 東西線は地下鉄とは呼ばれておらず、地下区間を走行する鉄道が必ずしも地下鉄と呼ばれているわけではありません。一般的に地下鉄というと東京メトロ、名古屋市営地下鉄、大阪メトロ、福岡市営地下鉄などの事業者でしょうか。地下鉄の定義って何？って感じですが、地下鉄の法令上の定義はないらしい。
ですが、アストラムラインの本通りから広域公園前までの約 18.4 キロのうち、本通りから県庁前までの約 0.3 キロは鉄道事業法、県庁前から広域公園前までの約 18.1 キロは軌道法に基づいて建設されており、鉄道事業法に基づく鉄道区間である本通りから県庁前までは、地下高速鉄道整備事業費補助制度を受けて建設されています。このためアストラムラインの地下区間のうち、本通りから県庁前までは地下鉄の性格が比較的強く、また一般社団法人日本地下鉄協会にはアストラムラインを運営する広島高速交通が加盟していることから、アストラムラインを地下鉄と表現しても問題はないかと思います。この付近は広島城を避けるようにカーブしていて、次は城北です。広い意味での鉄道は路面電車、モノレール、ロープウェイなども含まれるわけですが、鉄道事業法と軌道法の違いって何？って感じよね。それぞれの法律について軽く説明すると、鉄道事業法は第61条で、鉄道線路は道路法による道路に敷設してはならない。と定められており、JR、私鉄の多くの路線は鉄道事業法に基づいて建設されているのに対し、軌道法は第2条で、軌道は特別の事由ある場合を除き道路に敷設すべし、と定められており、路面電車、モノレールなどの路線は軌道法に基づいて建設されています。基本的に路面電車は道路上、モノレールは道路の上空に建設されていて、軌道法に基づく路線は道路の新設や改良とともに行われることが多いわね。現在は鉄道、道路ともに国土交通省が管轄し、鉄道事業法、軌道法に基づく路線新設は国土交通省の許可、特許が必要ですが、2001年の国土交通省発足前までは、鉄道は運輸省、道路は建設省が管轄しており、鉄道事業法に基づく路線新設は運輸省の許可、軌道法は軌道が道路に建設されるという関係から、軌道法に基づく路線新設は建設省の特許が必要だったそう。鉄道と軌道は管轄する行政機関が異なったため、鉄道事業法と軌道法が別々に定められたみたいね。次は、新白島、新白島です。JR 線をご利用のお客様は、次でお乗りください。城北と新白島の間は約300メートルとめっちゃ近い。新白島は2015年に開業した新しい駅で、JR 山陽線、JR 可部線に乗り換えできます。新白島を出発するとすぐに地上に出ますよ。鉄道事業法と軌道法について軽く説明しましたが、じゃあ、地下鉄や自動案内機乗式旅客輸送システムは基本的にどちらの法律に基づいて建設されるの？と疑問に思うかな。地下鉄に関しては基本的には鉄道事業法に基づいていますが、大阪メトロの路線のみ例外的に軌道法に準拠。自動案内機乗式旅客輸送システムは鉄道事業法の区間と軌道法の区間が混在している場合が多く、ゆりかもめ、オートライナー、六甲ライナーなどでは、道路法に基づく道路の上空に建設される場合は軌道法、港湾道路の上空に建設される場合は鉄道事業法で建設されています。道路法に基づく道路は建設省、港湾道路は運輸省の管轄だったため、道路法に基づく道路部分は道路整備に関する補助金として、港湾道路部分は港湾整備に関する補助金として、それぞれ補助を受けたようです。アストラムラインは全区間が道路の地上また8下に建設されているため、港湾道路部分には建設されていません。いろいろと喋っているうちに、新白島を出発してすぐに地上に出まして、ここから終点の広域公園前までは高架区間となります。そして白島に到着、芸能人のコンサートなどが開催されることがある上野学園ホールの最寄り駅です。ちなみに広島電鉄の白島電停からは約1キロ離れています。電車を降りまして、地下駅の城北駅、新白島駅を散策しましょう。城北駅の駅舎はなかなか立派ね。広島城の北西に位置する駅です。で、なぜアストラムラインの内本通りから県庁前の区間だけ鉄道事業法で、それ以外の区間は軌道法なのかについてですが、このことに関する資料は見つけることができず、ぶっちゃけ詳細な理由はわかりません。
というわけでここからは法律や行政に関してはど素人のうつ主の適当な推測になるのですが、軌道法は道路上に線路が敷設される路面電車に限らず、道路交通の円滑化を目的として道路と一体的に整備する場合は、軌道法によって路線を新設することができるようで、モノレール、自動案内機乗式旅客輸送システムの多くの路線で軌道法が適用されています。アストラムラインのうち新白島から広域公園前間は、国道54号線、紀温新道、県道28号線、県道71号線といった道路の中央分離帯の上に建設されており、アストラムラインの建設工事の際にこれらの道路は新設または拡幅が行われています。また城北駅付近の航空写真は、2008年はこんな感じ、1980年代後半はこんな感じで、アストラムラインの建設前後で城北駅付近の道路は大幅に改良されており、道路と一体的に整備されている関係で、城北を含む県庁前から白島間も軌道法で問題なく建設できたのかなぁ。ですがアストラムラインの近く間である本通りから県庁前間の上を通る道路の離城通りは、アストラムラインの建設前後で大幅な改良がされた様子は見られず、道路と一体的な整備ではないため、軌道法の適用が認められなかった、ということなのかしら。まあ、これは適当なうつ主の推測なので違う理由の可能性が高いと思いますけど、広島都心の地上は建築物が多くて土地に余裕がないことや景観の関係から、アストラムラインは地下で広島都心に直結する計画になったと思われますが、アストラムラインが鉄道事業法と軌道法が混在しているのは、様々な大人の事情が絡んでいるようです。こちらは2015年に開業した新白島駅で、JR 山陽線、JR 可部線に乗り換え可能。他のアストラムラインの駅とは異なる雰囲気で、白を基調としたデザインとなっています。地下駅ですが明かり取り窓が設置されていて、とても明るい雰囲気ね。JR 山陽線とアストラムラインの交差付近に位置する新白島駅ですが、なぜ1994年のアストラムライン開業時にこの場所に駅が設置されなかったの、と疑問に思ったことのある広島市民は多いわず、これは白島周辺に路線を持つ交通事業者の合意が得られなかったなど、いくつか理由があるみたい。しかし沿線住民の建設希望が強かったこともあり、2000年代より白島地区の新駅について話し合いが進められ、アストラムラインの開業から約21年後の2015年にようやく開業しました。アストラムラインは大町で JR 可部線に乗り換えできたものの、広島で一番の主要鉄道路線である JR 山陽線に直接乗り換えることができず、アストラムライン沿線から広島、天神川、五日市などの JR 山陽線沿線に向かう場合は不便でしたね。新白島駅の開業によりアストラムラインと JR 山陽線が直接乗り換えできるようになり、広島の新たな交通結節点として機能しています。JR 新白島駅とアストラムライン新白島駅の間の通路には屋根が設置されていて、雨の日でも濡れずに移動可能。JR 新白島駅は広島方面と宮島口、加部方面で改札が別の場所にあるためご注意くださいませ。というわけで今回は広島唯一の地下鉄、アストラムラインの近く間をご紹介しました。動画の感想、アストラムラインの鉄道事業法と軌道法に関して何か詳しいことをご存知の方、何か説明が間違っている箇所などがあれば、お気軽にコメントしてくださいね。アストラムラインの新白島駅は個性的な外観となっています。ご視聴ありがとうございました。